ますね。おお。はい、おはようございます。今ね、7時9分です。道の駅きらら滝、ちょっとね、夜いろいろ騒がしかったですね。でもね、12時ぐらいにはもうぐっすり寝ちゃって、6時半までしっかり寝ました。今朝の、ご飯、朝食あ、うめうまいなうまいな、この味付けすごい好き。はい、ちなみにね、今日は、一気に宇都宮まで戻りたいんですけど、距離がありますんで、途中岐阜の手前ぐらいですね、長浜あたりの道の駅で一泊したいなと思ってます。はい、今ね、7時半です。やっと日本海をね、まともに見ることができたよ。いやー、波音がすごいわ。あ、船がね、結構見えますね。はい、日本海です。
今ね、鳥取砂丘の駐車場止めようと思ったら、あの、500円だって。はい、じゃあちょっとね、せっかくだから見ていきましょう。おお。広いな。すごいな。すごい。うわ。あ、ラクダだ。はい、砂丘の駐車場の一番端っこに車止めて、海を見ながらね、ご飯食べたいと思います。そういうことで、まあ日本海をね、見ながら、まあ飯を食おうと思います。あのね、ちょっと外やっぱ寒いね。車の中で食おうと思うんですが、これはね、おにぎりセット、昨日ローソンで買ってきたんですけど、賞味期限はとっくに切れてるんですが、まあ多分大丈夫だと思う。いただきまーす。うん。だね。まあ、こういうのは自己責任でね。あとね、味噌汁。お麩の味噌汁ですね。あ、うめえ。景色がいいとね、食欲湧くね。日本海。この旅でね、いろんな昼飯食ったけど、これが一番美味しいかもしれない。はい、鳥取砂丘を出まして、目的地に向かいます。はい、寄り道が過ぎちゃったんで、まあ安全運転で行きます。寄りたいとこいっぱいあるんだけど、鳥取砂丘で結構時間食っちゃったんで、岐阜というかですね、長浜の道の駅までもう本当にノンストップで行きます。そうじゃないとね、本当に着くのがね、もう夜の7時8時ぐらいになっちゃうんで、はい、頑張っていきます。滋賀県に入りましたね。もうちょっと行くと琵琶湖が見えるようになります。今日はね、まあいろいろ寄るとこがいっぱいあって、ちょっと駆け足で移動になっちゃってるんですけど、泊まるところはね、長浜の道の駅です。で、近くにスーパーがあるようなんで、スーパーでね、なんか買っていっぱいやりたいなと思ってます。日暮れが早いんでね、ちょっと慎重に運転したいなと思います。はい、こんばんは、カウパパです。今ね、7時10分ですね。道の駅の伊吹の里かな、うん、というところにいます。で、今回の九州遠征ですね、旅の最終日、最後の車中泊になりますということで、ちょっと今日はね、奮発してね、これを買っちゃいました。まあそんな贅沢品でもないけど、それとね、なんか舞鶴の道の駅寄ったらすごい魚臭くて、急に魚が食べたくなっちゃったんで、こっからね、10分ぐらいのスーパー行って、刺身買ってきました。結構お買い得で、これで500円だって、安いね。そんな感じで、今日はこれでお疲れ乾杯をしたいと思います。わお、はい、明日はね、宇都宮に帰れます。まあちょっと時間も距離もでかい旅になるんですけど、明日宇都宮に帰れますんで、今日は最後の車中泊。こんなことは多分ね、もう二度とやらないと思うんで、いい思い出になると思います。皆さんもお付き合いいただきましてありがとうございました。乾杯。うん、僕も今回の旅はお金の面とか日程の面とかね、いろんな方の協力があってできたことなんですけど、
僕もあの55になる、まあいいおっさんです。まあ頑張れば何でもできると思うんで、一緒に頑張りましょう。はい、おはようございます。カパパです。今日は九州遠征7日目。最後の日です。はい、朝4時27分です。めちゃくちゃ早いです。はい、ここはね、長浜ですね。まず滋賀県ですね。でね、まあ、4時半ぐらいにこっち出発したっていうのはだいぶ早いでしょ。あの理由はね、なるべく混む前に岐阜を通過したかったっていう、まあそんな理由からなんですけど、まあなんだかんだ言って早く宇都宮に帰りたいっていうのが、まあ、一番の理由だと思うんですよね。もうトラックビュンビュンだね。あの俺が子供の頃さ、いっぱい走ってたのがあのトラック野郎ね、菅原文太の映画のデコトラっていうんですかね。最近は逆にああいうのはないんだね、全くね。個人的にあのデコトラすごい好きでね、俺も大人になったら一番星乗るんだなんてやってたけどね、最近はほんとあっさりした感じで、ただまあ、まあね、主要国道だけあってビュンビュン飛ばしますねはい、5時16分ですね。岐阜市内に入りました。いやー、バカがすっ飛んどくねちょうど場所はね、美濃加茂あたりだと思います。美濃加茂っていうと、この旅でですね、最初に車中泊したとこですね。宇都宮から一気にここまで来ました。夕方ね、美濃加茂に着いて、この道の駅がね、まあ、広大なんですよ。とにかくでかいんですよ。温泉も揃っててね、トイレも綺麗で、非常にいい施設のとこでした。最初の車中泊が良かったんで、まあ、今回弾みがついたっていうのがやっぱり大きいですよね。はい、東の空がね、だんだん白ばみ始めてきましたんで、これから明るくなってくると思います。今日は、渋滞が予想される岐阜市内とか、あとは、ね、その辺は、もうすでに早めに出たおかげでクリアできましたんで、まあ、この先も、まあね、通勤ラッシュとかあるとは思いますけど、まあ、そんな大きいのはないと、まあ、予想してますんで、まあ、変わらず安全運転で、ね、宇都宮に向かっていきたいと思います。ここはね、まだ岐阜県だと思うんですけど、道の駅篠っていうんかな、まあ、長野に向かう道の途中です。はい。まあ、今朝ね、4時半ぐらいに出てきちゃったんで、朝飯すっ飛ばして、2時間ぶっ続けて運転してきました。っていうのもね、岐阜の渋滞を避けるためなんですけど、まあ、おかげさんで、空いてるうちにね、混むところをスルーすることができまして、やっと山ん中、もうこの道の駅で朝飯です。僕カップラーメンの中で一番好きなのはこれです。あの豚汁うどんっていうの、これニュータッチだね。うん、これ実は一番好きです。はい、いただきまーす。うん、うまい。あのこれね、刻んだネギをパッて乗せるとね、最高に美味しい。ニュータッチは好きなんだけどね。道の駅篠を出て、宇都宮に向かいます。いや、2時間ぶりのね休憩で、しかも朝ごはん美味しかったです。はい、今ね10時15分ぐらいです。塩尻市を、松本に向かってます。だんだんね、北アルプスがね、見えるようになってきました。綺麗だね、白くて。
今ね10時45分です。松本を抜けてます。はい、目の前北アルプスですね。はい、常念山脈だね。綺麗ですね。はい、最終日ですね。最終日の、宇都宮に向かってる途中です。この場所はね、安曇野から、上田市に向かってる県道ですね。で、これはクノールのスープパスタね、キノコのスープパスタです。めちゃくちゃ美味しいんです。どれどれ、こういう感じ。うん、うまっ。これね、インスタントコーヒーも作ってあるんですけど、まあ、とにかくね、まあ、このジェットボイル、これミニモかな、これはね、超がつくほど大活躍してますね。僕、社内では料理作るとかさ、そういうめんどくさいことは一切やらないです。お湯沸かすしかやらないですけど、まあ、あっという間に沸きますし、燃料なんかね、もう、この250の缶を持ってきたけど、ほとんど減ってないですよね。ほとんど燃料使ってないような感じがします。とか、今ね、11時52分だけど、まあ、これが最後の車中飯になるでしょうね。宇都宮までの、自宅までの到着予想時間が、あと、6時間ちょっとなんですよ。のんびり帰ります。はい、浅間山が見えますね。こうか、ほら、頂上からね、白い筋が下がってますね。あ、噴煙も見えるわ、はっきり見える噴煙。はい、ここはね、左行くと旧カルで、まあ、真っすぐ行くと軽井沢バイパス、まあ、真っすぐ行くと薄いバイパスですね。薄いバイパス、つまりくねくねの道路ですけど、そこを伝っております。そうするとね、関東に入るんですね。はい、上信越のブリッジが見えてきましたね。高速でね、行くときはあの上をヒューって通っていっちゃうんですよ。僕なんかね、高所恐怖症だからね、晴れてる日はね、怖いんだよね。夜とかね、霧がある日だったら、上通ってても全然怖くないんだけどね、周りが見えないからね。はい、ここまで来たということは、もうほぼ薄いバイパス、降りたというのと同じですね。はい、今ね、5時6分です。クズの街の中です。294かな、これは。順調に流れてます。はい、今ね、5時23分です。宇都宮までね、あと40分ぐらいですね。さっきね、交差点でふと思ったんだけどね、まあ、前後もそうだし、対向車もそうなんだけど、みんな宇都宮ナンバーなんです。普段ね、こっちに住んでる時はまあ何とも思わないですよ、だけどやっぱりね、中国地方とかね、九州行っちゃうと当たり前だけど、宇都宮ナンバーなんて多分俺しか走ってないわけよ、まあ、宇都宮ナンバーだって、まあ見る人もいないんかもしんないけど、やっぱりね、こう疎外感をずっと味わってたんだよね。それがね、まあこれ前後左右多分みんな宇都宮ナンバーでしょ、この辺は。なんというのかな、こう学校で言えば自分のクラスに戻ってきた安心感みたいな、そんなのあるじゃないですか。なんか今ね、ちょっとそんな幸福感でね、満ち足りてます。お疲れ様です。ね、今6時37分。僕のね、家までもうあとわずかです。間違いなく無事に帰れるでしょう。本当あとわずかなんで、
九州遠征の旅ですね、一生に一度の大ドライブをしました。まあ、このドライブ、まあ、無事故無違反で、あとはね、風邪ひくこともなく、無事終わろうとしています。これもね、まあ、最大のね応援者である、まあ、株ママはじめ家族ですね、まあ、ツイッターで応援してくださる方々、こういった方々のお力添えがあって、まあ、成功したというふうに思っております。本当にありがとうございました。動画はですね、まあ、こんな形で終わるわけなんですけど、この辺でね、最後かっこよく中島みゆきのね、ヘッドライト、テールライトとかね、まあ、あの辺がわーっと流れるとかっこいいんでしょうけど、あれは著作権の関係で流せませんので、なんかかっこいい曲をねこの辺にくっつけたいと思います。それではどうも最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。カオパパでした。スーパー大谷、久しぶり1週間ぶりだね。いやー、早くね帰ってシャワー浴びたいとにかくシャワー浴びてね、トマトジュースかビール飲みたい。あとね、うちのトイプーのねカブちゃんとキキちゃんを抱っこしたいね。今日はもう奴らと一緒に寝るんだよ。